日本神奈川県川崎市、中原区木月住吉町木月住吉町は、神奈川県川崎市中原区の町名。定番を持たない単独町名であり、2004年10月12日に住居表示が施行されている。郵便番号は211-0021 21。中原区の南東に位置し、日家療養水の本流と、その支流である渋川に挟まれている。行きなよ。 津波島街道が貫通しているほか、災害医療拠点病院にも指定されている、関東老災病院も所在する。木月住吉町は、北端で今井南町と、北東端で一の坪と、東端で刈宿と、南端で西風と,と、南西端では渋川を境として木月と、北西端では東急東横線を境として木月伊勢町と接している。 これらの町域はすべて中原区に属しており、木月住吉町は市、境や区境には接していない。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば、木月住吉町28の32の地点で44万円平方メートルとなっている。木月住吉町は1942年に木月から分離されて設置された。それと前後して、 東京航空景器の工場が当地に進出し、農地が軍需工場へと転用されていった。その結果、戦時中には空襲の被害も受け、また戦後には工場敷地がアメリカ軍に占領された。その跡地には、後に神奈川県立住吉高等学校や中原平和公園が設置された。中原町の成立に伴って、正式な地名から消えた。 住吉村の名前に由来する。なお、住吉村の名前自体は、随所地名だという話が、地元に伝わっている。また、木月の由来については、木月地名の由来を参照のこと。2021年6月30日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。東急東横線。 目黒線が当地の北西端を通過するが、当地に駅はない。元住吉駅が資金に所在する。川崎市交通局と川崎鶴見臨港バスによって、川崎駅西口、小杉駅東口、横須賀線小杉駅、新城駅、新川崎駅、新川崎,駅新川崎交通広場などを結ぶバスが当地を経由して運行されている。関東労災病院。 ありがとうございます。